IMP 佐藤新椿隊がラジオで衝撃発言。IMP のふわっと印がやばい。シンと椿のラジオでスカイダイビングへの挑戦が明らかに。10月22日、今日も IMP のハッシュタグ IM ピックアップが放送され、ファンたちは期待に胸を膨らませながらラジオに耳を傾けました。番組では佐藤ラと椿隊がが軽やかに登場し、彼ら特有の ふわっとしるしが話題となり、リスナーたちは一瞬にして心をつかまれました。ふわっとしるしという表現は、まさに彼らのキャラクターそのものを象徴しています。風に乗って漂うような軽やかさ、そしてその中に隠れた内面の強さを感じさせる二人の魅力が、この言葉には凝縮されています。特に佐藤アタラは、その柔らかい外見や穏やかな雰囲気からは想像できない、内に秘めた強い意志と冒険心を見せることがたびたびあり、 ファンにとって彼の行動や発言は常に新しい発見と感動を与えています。番組内で触れられたテーマの一つがスカイダイビングでした。風を受けてふわっと印象的な姿を見せる椿大河とスカイダイビングに対して密かに憧れを抱く佐藤ら。このエピソードは彼らの間に流れる自然体のエネルギーとお互いのキャラクターが生み出す絶妙なバランスを象徴していました。スカイダイビングは まさに2人の関係性を象徴するようなアクティビティです。一方は風を楽しみながらふわりと空を漂う感覚を楽しみ、もう一方は高所から飛び降りるスリルを求める。そんな異なる視点から同じ体験を楽しむことができる2人は、IMP の中でも特に独特なコンビネーションを形成しています。ファンは彼らの軽妙なやり取りに引き込まれ、同時に2人がどのようにしてこの夢を実現させるのか、という期待を募らせています。 佐藤良のスカイダイビングに挑戦したいという思いは実際にどのように発展していくのでしょうか。これが単なる言葉に留まるのではなく彼が本当にこの挑戦をする日が来るのか。あるいはファンがその瞬間を目撃することになるのか。それはまさにふわっと印のようにファンたちの期待をふんわりと膨らませるまさに空想が現実になるかもしれない瞬間です。ここで改めて考えるのは スカイダイビングという極限の体験が、なぜこれほど彼らに魅力的に映るのかということです。多くの人にとって、空から飛び降りることは恐怖を伴う行動ですが、佐藤新や椿大河にとっては、恐怖を乗り越えた先にある新しい自分との出会いを楽しむ機会として捉えられているのではないでしょうか。特に佐藤新にとって、日常の穏やかな一面と、時折見せる冒険心のギャップは、彼の魅力の一つでもあります。 彼がスカイダイビングを通じて新しい側面を見せることで、ファンはさらに彼を深く理解し、共感することでしょう。また、このスカイダイビングのエピソードをきっかけに、他の IMP、メンバーたちも一緒に空を飛ぶ日が来るのかもしれません。グループ全員で挑戦する企画は、ファンにとっても見逃せない瞬間になるでしょう。それぞれのメンバーがどのようにして恐怖を乗り越え、新しい体験に挑戦するのかは、 彼らの成長を垣間見る大きなチャンスです。グループの絆を深め、互いの信頼を再確認する場面は、ファンにとって感動的なものとなること間違いありません。さらに、スカイダイビングに限らず、彼らのふわっとしるしが象徴する軽やかさと挑戦心は、現代の若者にとっても重要なメッセージを含んでいます。多くの若者が日々の生活の中で感じるプレッシャーやストレスから解放され、 新しい挑戦に向かう勇気を得るためには時折自分の枠を飛び越えることが必要です。そのような意味で佐藤新や椿大河の「ふわっと印は」は単なる可愛らしい表現を超えて彼らが追い求める自由や挑戦の精神を象徴しているのです。風に身を任せて漂うことと高く飛び上がり挑戦することこの2つの対照的な行動は人生そのものを反映しているように思えます。 時には流れに身を任せ、時には逆風に立ち向かう。佐藤新や椿大河は、その両方を自然体で体現している存在です。彼らの行動や発言からは、強い意志と柔軟性の両方が垣間見えます。それこそが、ファンが彼らに引き寄せられる理由の一つでもあるのです。このように考えると、彼らが、ふわっと印ししという言葉を使うたびに、単なるキャッチフレーズ以上の意味を持ち始めます。 これは彼らが日々の生活や挑戦の中で感じる感覚をそのまま言葉にしたものだからこそファンにとっても親しみやすく共感を呼ぶものとなっているのです。ファンは彼らの放送を聞きながら自分自身もまた風に乗って自由に飛び回るような気持ちを味わっています。こうした彼らの影響力はエンターテインメントの枠を超えリスナーの日常生活にも影響を与えています。 ふわっと印という軽やかな表現の裏には、実は大きなメッセージが隠されているのです。それは、人生においても時には軽やかに、時には勇敢に挑戦することの大切さを教えてくれるものです。また、IMP のメンバーがどのようにしてこのふわっと印を日々の活動に取り入れているのかも興味深いポイントです。彼らがステージ上やメディアで見せるパフォーマンスには、この軽やかなエネルギーが常に流れています。 そして、その背後には確かな技術や努力、そして強い決意が隠されていることも、ファンにとって見逃せない魅力です。彼らが何気なく発する一言や動作の中に、日々の鍛錬や自分自身との向き合いが反映されているからこそ、ファンは彼らの成長を見守り続けるのです。さらに、ラジオ放送では彼らの普段の姿や、より自然体の一面を見ることができるため、ファンとの距離感がぐっと縮まります。 特に、I m ピックアップでは、彼らのリラックスしたトーンやジョークが満載で、聞いているだけで笑顔になる瞬間がたくさんあります。そんな中で、ふとした瞬間に深いメッセージが込められた発言や行動が見えることがあり、それがファンにとって大きな魅力となっています。今回の放送でも、佐藤アタラと椿大河が見せた、ふわっと印は、ファンにとって忘れられない瞬間の一つとなりました。彼らの間には、 言葉を交わさずとも通じ合う特別な絆があり、それが放送を通じて感じられることが、ファンにとって最高のプレゼントとなっています。リスナーは彼らの会話に引き込まれ、まるで自分もその場にいるかのような感覚を味わいながら、彼らと一緒に笑い、時には考えさせられる時間を過ごしています。また、彼らが夢を追いかける姿勢や、日々の小さな挑戦が、ファンにとっても勇気を与えるものとなっています。 スカイダイビングという大胆な夢も、彼らにとってはただの夢ではなく、実現可能な挑戦の一つとして捉えられていることでしょう。ファンは彼らの挑戦を見守りながら、自分自身もまた新しいことに挑戦する勇気を得ているのです。彼らの、ふわっと印は、ただの印象や表現にとどまらず、現実の世界で風に乗って高く舞い上がるための象徴となっています。それは、日常生活の中で時折忘れがちな、 挑戦すするるる心や自由に飛び回る精神を再確認させてくれるものですファンにとって彼らの一言一言がまさに新しい世界への扉を開く鍵となっているのです。そしてこのふわっと印に象徴される柔らかさと挑戦心の融合はファンにとっても自分自身を見つめ直す大きなヒントとなっています。特に日常生活の中で私たちはしばしばプレッシャーや忙しさに追われ、 心が固くなってしままうことがありますしかし、佐藤ラや椿大河のように、風に身を任せて、ふわっと過ごすことも大切だというメッセージは、多くのリスナーにとって心の軽さや自由を思い出させる瞬間を提供しています。まさに彼らの存在そのものが、現代社会における息抜きやリラックスの象徴であり、同時に新しいことに挑戦する勇気を与えてくれるのです。さらに、 このふわっと印がファンの間でこれほど愛される背景には、彼らの人柄やグループ全体の雰囲気も大きく影響しています。IMP のメンバーは、それぞれが個性豊かでありながら、共通して持っているのは、楽しむ心と、人々を幸せにしたいという純粋な願いです。彼らがファンに届けるメッセージには、常に前向きでポジティブなエネルギーが込められており、それがこの ふわっとという言葉の中にも反映されています。このように、彼らが日常的に発する言葉や表現は決して偶然のものではなく、深い意味と意図が込められています。佐藤アタラがスカイダイビングに挑戦することを夢見ているという話も、ただの願望として語られるのではなく、それが彼の内なる成長や自己発見の過程を象徴しているのです。ファンにとっては、彼がいつかその夢を叶える瞬間を目の当たりにすることで、 まさに自分も新たな一歩を踏み出す勇気を得ることになるでしょう。また、椿大河が見せる、ふわっと風を受けて飛ぶイメージも、彼の自然体でありながらどこか力強さを秘めた存在感を象徴しています。彼はグループ内でしっかりとした土台を築きつつも、時には風のように自由に振る舞い、周りの人々を和ませる役割を果たしています。こうした2人のバランスが、ファンにとって、 ふわっと印をより一層特別なものにしているのです。実際、彼らのこの軽やかさは、現代の若い世代にとって特に重要なメッセージを含んでいます。多くの人がストレスや不安にさらされ、未来に対して不安を抱える中で、彼らのように時には力を抜いて、ふわっと過ごすことがどれだけ大切かを教えてくれます。無理にすべてを完璧にこなそうとするのではなく、時には自分を解放し、 風にに任せて流れに乗ることも必要ですそれが新しい発見やチャンスをもたらすこともあるということを彼らはその存在を通じて伝えています。